皆さん、こんにちは。好きな女性がいて、今まさにどうやってアプローチしようとか、どうやって声をかけようと悩んでいる方はいるでしょうか。気になる子がいて声をかけたのに、あまり進展がないとずっと悩んでいる人は、次はどうしたらいいんだと頭を抱えているかもしれません。今日は好きな女性を振り向かせたいときにやるべきこと5選を紹介していきます。まだ知り合ったばかりの人も、結構長い付き合いになってしまっている人も、誰にでも必ず必要なポイントを伝授していきますので、ぜひ心にメモしていってくださいね。気になった部分やためになったと思う部分があれば、ぜひコメント欄で教えてください。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。1、積極的に行く。一番大切なことはやはりこれです。積極的に行くこと。女性から脈ありサインを出してもらうのをじっくり待っているよりも、まずはあなたから脈ありサインを出していくことが大切ですね。しかも分かるかどうか微妙なサインにかけるのではなく、堂々と声をかけていく方が女性も気持ちがいいと思います。女性は基本的に受け身です。だから自動的に男性には積極的な行動を求めています。連絡先を聞くとか、ご飯に誘うとか、またその時に率先してお店を予約するとか、車を出すとか、いろんな面で俺からという視線を見せていくべきなんですよね。これはある意味責任感がある男らしさを表した行動になります。大げさに言うと、君との関係に責任を持つという意味になるんです。でもそれくらい勢いがある男性には、女性はついつい引っ張られていくんですよ。何を考えているかわからないとか、どうしたらいいのかわからないという印象の男性には、女性もモヤモヤさせられますから。自分から声をかけるとか誘うとか、ましてや告白するなんて、きっとものすごく勇気が必要なことだと思います。だから自信がなくなって、なかなか動けないという男性は多いでしょう。でもそれができちゃう男性は、やはりいい意味で違うと思われます。実際にモテている男性は、経験値が高いから強いハートが作られて、積極的に動けるようになるんです。このいい循環をあなたも作り出しましょう。2、名前呼び。無関心の人の気を引くためには、少しずつでもこちらに意識を向けてもらうことが大切ですよね。その場合は名前呼びを積極的にしてみましょう。名前を呼んで毎回相手をドキッとさせるんです。例えば電話をするときや会社の内線でもいいと思いますが、もしもしというのではなく、〇〇ちゃんとか〇〇さんと名前で一言呼びかけるのが簡単にできるし、おすすめです。やはり名前を呼ばれるって、絶対上の空では聞けないですよね。どうしてもハッとさせられて、相手に対する集中力が増します。相手が好きな人だったらなおさらドキドキするし、呼ばれた瞬間に内心発狂しそうになりますよね。このように名前を呼ぶことで、あなたは相手の女性に今以上にあなたのことを強く意識をされることができるんです。ちなみに直接話すときに限らず、 LINE でも名前をつけてあげていいと思いますよ。ただ今日はありがとうというのではなく、〇〇ちゃん今日はありがとうと打つんですね。寄り添っている感じが伝わって、とても温かくていいと思いますよ。3、聞き上手になる。モテたいなら聞き上手になりましょうというお話はあちこちで耳にしていると思いますが、これは何も初めから最後までずっとではないんです。女性と心が通じ合ってくれば、お互いにいろんな話ができるようになるはずですから、最初の段階で聞き手になった方がメリットが多いということなんですよね。女性は話をよく聞いてくれる人と一緒にいたいし、自分の話を聞いて気持ちを分かってくれる人がいいって思っています。例えば好きだからこそ、自分のことをちゃんと知ってほしいと思う気持ちが生まれることはありますよね。でもこれは行き過ぎると危険です。時々 LINE で、こんにちは、今日は晴れているので洗濯物を干しています、散歩に行ってカフェに寄る予定です、〇〇さんは何をしているのかな、というような日記みたいな連絡をしてくる人がいます。これはきっと伝えたい、何か話題が欲しい、とにかく連絡がしたいという気持ちが強いのだと察しますが、受け取る女性はあまり嬉しくありません。ほとんどの人はこの LINE に何を返せばいいのと困ってしまうんですよ。また会話中に話の主役を盗んでいく人もいます。例えば、今日友達にひどいこと言われたんだよ、
と話し出した女性に対し、俺もだよ、聞いてよ、実はさ、と語り出す感じですね。女性は話したかったことが話せなくなってすっきりしません。こういう人といると毎回消化不良で気分が悪くなるんです。男性が自分のことを話し出すと女性は必ず聞き手に回ります。それが嬉しいと思っている女性ならもちろん問題ないんですが、まだ好意を強く持ってもらえていない女性にこれをしてしまうと面倒くさいと思われてしまう可能性が高いので、まずは聞き上手になる、これを意識しましょう。4. 相手のペースや好みに近づける。女性はペースが合う人と一緒にいれば気分がいいし居心地がいいとか、一緒にいて疲れないと思うから、そういう人をパートナーに選びたいと感じます。だから一番の理想としては、もともとペースが合う人をお互い好きになれば最高なんです。でもなかなか 100% ぴったりな人なんていませんよね。誰もが少しずつ気を使っているものなんだと思います。ペースというのは会話のペース、食事のペース、歩くペース、機嫌を直すまでのペースなどです。いかなる時も女性をせかさないようにしましょう。また生活リズムもそうですね。早朝に突然、今日は何するんですかと連絡したり、夜中の2時に今何してますかと送ってきたり、生活リズムが真逆だとどうしてもそういったズレが生じます。男性としては今まで通りも普通の感覚で接していても、受け取る相手からするとなんでこのタイミングと思う場合があるんですね。これだと楽しさ激減、ストレス倍増になってしまいますから、女性の生活リズムをある程度把握し合わせるというのはとても重要です。あなた自身ペースを合わせるのがあまりにも難しいと、人とは多分長続きしないと思うんです。それに女性側もあなたに合わせる努力をしてくれるとか、頑張って合わせていることに対して配慮する姿勢を見せてくれないと、あなた一人でずっと頑張って疲れるだけになりますよね。ペースが合わない人を好きになったら、自然と合わせられるなら構いませんが、無理に長続きさせる必要があるのかどうか考えないといけない場合もあるかもしれませんよ。5. 趣味を尊重する。女性は一緒にいて楽しい人じゃないと振り向きません。それはある意味、女性が楽しいと思っていることを奪ってはいけないということを意味しています。例えば女性の趣味を邪魔してはいけないんですよね。あなたもあなたの大事な趣味を邪魔されたり否定されたり奪われたらとても辛いと思います。もしそうしようとする人がいるなら、きっと嫌いになっちゃうのではないでしょうか。女性ももちろん同じなんです。実際世の中には趣味をどうしても共有しないといけないと思っている人もいれば、そうではない人もいます。そうではない人というのは、つまり自分の趣味は自分だけのものでいいという考え方を持っている人のことです。基本的に彼氏ができても自分一人の時間を大事にするような人はこのタイプの人が多いです。あなたがもしどうしてもお互いの趣味を共有して一緒に楽しめないと嫌と思う人なら、同じ考えの人を探すのが一番だと思います。好きになった人が一人の時間も大事、趣味は理解してもらえなくてもいいというのであれば、その考えを無理に変えることはできないし、変えさせるべきではありません。相手の趣味を共有できるかどうかは一旦別に考えて、尊重することが絶対に大切です。それをしてくれる人じゃないと安心して一緒にいられないんですよね。以上、好きな女性を振り向かせたいときに必ずやった方がいいことについてご紹介しました。5つのポイントを解説しましたが、中でも一番根本に置いておいてもらいたい目標は積極的に行くことです。そのためにも自分に自信を持つことがとても大事、そしてどんな状況にも対応していける余裕を持って行動しましょう。まだまだ好きな人と関わりが少ないのなら、名前呼びを定番化し認知してもらって、仕事の話もプライベートな話も聞き上手になることを目標とし、そして一緒に行動できるようになったらペースを把握し、なるべく合わせる、相手の好きなことを尊重するを実践しましょう。これらはあくまで基本的な部分です。あとはあなたなりにアレンジをして女性の笑顔を引き出していきましょう。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。